NBA の歴史を5年とか10年ずつの単位でまとめるとしたら、この5年間は皆さんご存知の通りゴールデンステートウォリアーズの時代でした。2015年にこのメンバーでは初優勝をし、2016年は歴代最多の73勝を残した後にファイナルでは 3-1 の王手をかけましたが、クリーブランドキャバリアーズに大逆転負け。しかしその屈辱をカウンターするために、そのオフシーズン、ウォリアーズは当時現役トップ2選手であったケビン・ドゥラントを獲得し、2連覇を達成。そして今季トロントラプターズに圧倒され、6ゲームで敗れた王者を見ながら、ファンは不思議な気持ちになったでしょう。あれ、これでウォリアーズの時代が終わりなのかと。今日はゴールデンステートウォリアーズのオフシーズン、そしてこの先の彼らについて語りたいと思います。リクト AF。こんにちは、リクトです。いきなりあれなんですけど、ようありますやん、映画とかで主人公が悪いやつをやっつけた後に喜んでたりすると、見てる方、視聴者は、いや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 、まだ喜ぶの早いねん、甘い甘い、もう絶対生きてるてってなるじゃないですか。その悪いやつが今の NBA ではウォリアーズです。ウォリアーズが悪いって言ってるんじゃなくて、ポイントは彼らはまだ終わってないんじゃないかと警戒しないといけないぐらいの強さを持ってるってことですね。ウォリアーズの時代はほんまに終わったのか、それとも生き返ってくるのかという問題なんですけど、前もって言いますと、わからないです、僕は。でも今の彼らの状況を簡単にここで説明するので、ウォリアーズがどうするべきか、どうすると思うかっていうのを皆さんで考えてコメント欄に書き込んでください。ではまず最初に根本的な話からしますと、来季のサラリーキャップ、選手の契約に使っていいお金は109ミリオンで、ウォリアーズは今の時点では5人の選手をすでに契約してて、彼らに約 80.2 ミリオンドル使う予定です。その契約されてる5人といえば、ステフ・カリー、ドレーモンド・グリーン、アンドレ・イグダーラ、ジェイコップ・エヴァンズとデイミアン・ジョーンズ。ここで一つ気づくのが、ウォリアーズのコアの何人かがいないってことですね。ケビン・ドゥラントとクレイ・トンプソンはもちろん、キーメンバーのケボン・ルーニーやクイーン・クックも今回はフリーエージェントです。今シーズンずっと言うてきたように、このオフシーズンのウォリアーズの最大のテーマは KD とクレイを再契約するか。正直クレイはウォリアーズにドラフトされて元々のデスラインナップの一員やったし、自分のチームが欲しいという目標がなさそうな上にいつも眠そうなので、多分ウォリアーズは彼に5年マックスオファーをして、クレイがサインして終わりという風になります。男同士の誕生日メッセージみたいですね。 Yo, happy birthday bro, thanks bro、以上みたいな。ただここでウォリアーズが気をつけないといけないことは、ケチらないこと。少しお金をセーブしたいなら、クレイにこういうプランがあって、だから少し少なめの契約に OK してほしいと気分を悪くせずに説得することが大切です。油断してどうせクレイは残ってくれるし、ミーティング中も寝てるからって言うて低めのお金をオファーすると、ふざけるな、ボストンにはもう残りたくないと先週あたり言うたアル・ホーフォードみたいになってしまう可能性もあります。まあでもスムーズにいけばクレイはもう普通に再契約。問題は KD をどうするかですね。最初のオプションは普通に彼にも5年マックス契約をオファーする。怪我のリスクももちろんありますけど、 70% の KD はリーグにいる9割の選手より上手いですから、このリスクは取る価値があると思います。バスケ的に言うたらこうすることでチームも一番強くなりますし、サラリーキャップは余裕で超えてしまいますが、ルール上は大丈夫です。一応 GM のボブ・マイヤースとオーナーのジョー・レイコップは、勝つためならいくらでも払うって言うてるので、このシナリオは全然ありえますね。 KD とクレイは下手したら2人とも来季1試合もプレーできないかもしれませんが、2020年21年シーズンからは4年間ウォリアーズのダイナスティを見ることができます。ただこの場合、いくつか考えないといけないポイントが出てくるんですね。まずは2020年のオフシーズン、来年の夏ですね、ドレーモンド・グリーンを再契約するかです。ウォリアーズのフロント陣は勝つためならなんぼでも払うって言うてましたが、アホなことはしたくないとも言うてました。果たして4人の選手にマックス契約を渡すことがアホなことの中に入るのか。まあ今回のファイナルを見終わったばっかりで、それに影響されてるっていうのも多少はありますが、4人にどっさりとお金を使って小銭でロールプレイヤーを獲得するっていうチームの作り方にはやっぱ抵抗はありますよね。しかもこのコアが次に一緒にプレイすることができる頃には、4人とも30代、そして彼らの契約が切れる頃には30代半ばになってます。大怪我の経験者もいて、そういうベテランスターにどうか
怪我をしませんようにと祈りながら、長い長いレギュラーシーズンとプレーオフ中チームを引っ張っていってもらうってのは、さすがに学習能力が少しでもあるチームならやらないような気がします。まあうまくいけばですよ、怪我もしないで運よく使える若手や安いお金で貴重なロールプレイヤーを獲得できるかもしれません。この場合優勝の可能性かて高いですよ。でも皆さん、この3人をマックス契約に結ぶことで、ステフはもうすでにマックスもらってますし、ウォリアーズは4年間でなんと選手の契約とタックスレベルを超えた時の罰金、ラグジュアリータックスっていうんですけど、合わせて 1.6 ビリオンドルも払わないといけないことになります。1600億円ですね、4年間で。いや、来年からウォリアーズはチェイスセンターっていう新しい会場に引っ越して、もうすでに2ビリオン2000億円スポンサーシップだけでも稼ぐ予定やし、この5年間で一番価値が上昇してるフランチャイズはウォリアーズ。リーグでもニックスとレイカーズ以外やと 3.5 ビリオンの価値があるウォリアーズが一番ですよ。ただ、さっきも言ったように、たった4年間で選手の契約だけに1600億円使うっていうのは、僕お金のことに、ま、そんなね詳しくないですけど、アホのカテゴリーに入るんじゃないでしょうか。これはあくまでもオプションなので、ウォリアーズがこうするとは言うてません。じゃあ他にオプションっていうのは何があるのか。このオフシーズン、クレイと KD をサインして、2020年にドレーモンドは再契約しないっていうこと。これも決して安いわけではないんですけどね。だって来年 KD とクレイが休んでる間、要するに確実な優勝候補じゃないチームに契約と税金合わせて300ミリオン余裕で超えるお金を使うことになりますから。で、一応言うておきますけど、ウォリアーズもこれから金銭的に大変やなっていう話になってしまってますが、そもそもこれは KD が残ってくれたらの話ですからね。ウォリアーズとしてはおそらく多少高くなってもいいから KD には残ってほしいはずですが、じゃあ残ってくれなかったらどうするのか。それかどうしても高すぎるから、もう今回は KD にはオファーしないと。想像しにくいですけど、一応それもオプションですからね。今期の話をしますと、クレイだけにマックス契約を上げたとしましょう。それだけでもまず彼らはキャップを超えてしまいます。だから KD を再契約してもしないとしても、ウォリアーズは去年のベンチ以上の層の厚いチームを作ることは難しいんですね。新しい選手を獲得するために使えるお金といえば、 5.7 ミリオンのタックスペイヤーミッドレベルエクセプション、去年デマーカス・カズンズに使ったスロットです。他に可能性としてはミニマム契約、簡単に言うと一番低いタイプのフル契約、それと今回のドラフトピックのみです。あとは去年のロスターから誰をキープするか。一人一人の経済情報を簡単に説明しますと、まずはケボン・ルーニー。彼はアンリストリクティッドフリーエージェント、制限がない FA なので、自分が行きたいチームに行けます。だいたい5ミリオンから10ミリオンぐらいのオファーはどっかからもらえるんじゃないかなと僕は予想してます。ウォリアーズにとっては非常に貴重なビッグマンなので、キープしたいなら彼のバードライツを使ってそれぐらいは払わないといけないでしょう。続きまして、クイーン・クック。彼は制限付き FA なので、クックが他のチームと契約した場合、ウォリアーズは2日以内にそれをマッチするかしないかを決めないといけなくなります。例えばニックスと3年12ミリオンの契約をしたとしましょう。ウォリアーズも同じ3年12ミリオン上げてもいいと思ったら、2日以内にマッチしてクックはウォリアーズとその契約を結ぶことになります。逆にもしウォリアーズが、いやそんな払われへんわって思って、2日経っても何もしなかったら、クックはかわいそうにニックスの選手になってしまいます。だからお金を使いたくないウォリアーズは高すぎって思ったら、他のチームのオファーはマッチしないでしょうけど、今季クックは結構活躍、今季クックは結構、今季クックは結構活躍したので、納得できるような年俸やったらなるべくサインしたいと思ってるんじゃないでしょうか。デマーカス・カズンズは制限のない FA で、彼は去年ウォリアーズと1年契約しかしなかったので、ウォリアーズは彼のノンバードライツしか持ってない、つまり去年の年俸の 120% までしかオファーできないので、最高でもウォリアーズからは 6.4 ミリオンしかもらえません。プレーオフで怪我から戻ってこれたガッツと、ファイナルのゲーム2での活躍ぶりを評価して 6.4 ミリオン以上のオファーや年数がもっと多いオファーをするチームがいてもおかしくはないです。あとはもうカズンズ次第ですね。そういうオファーを取ってもいいし、ウォリアーズのこと気に入ってるっぽいので、この夏怪我をしっかりと治し、次の1年間は安くでゴールデンステートに残って、 KD とクレイがいない間スタッツをバンバン上げてから、来年他のチームにでかい契約をもらうっていう手もあります。今季怪我のせいで普段よりもディフェンスが悪かったカズンズは、選手としての評価は落ちてしまいましたが、怪我をする前はリーグでも
屈指のオールスタービッグマンやったので、案外来季ウォリアーズに戻ったら活躍するような気はします。次、アルフォンソ・マッキニ、彼はノンギャランティードチームオプションなので、ウォリアーズが彼を残すか解雇するかを決めることができます。 1.4 ミリオンの年俸で彼みたいにポテンシャルのある 3&D 選手は見つけにくいし、ウォリアーズのシステムにも慣れてるわけですから残留の可能性が高いです。あとはショーン・リビングストン、彼は 7.7 ミリオンのノンギャランティード契約、今月の末までにウォリアーズは彼をキープするかしないかを決めないといけません。解雇された場合、彼はウォリアーズに2ミリオンはもらえるんで、おそらく解雇されたら引退するであろうリビングストンにとってはなかなかいいお小遣いにはなりますよね。明らかに体力の限界が近づいてきてるリビングストンなので、ウォリアーズが 5.7 ミリオンをセーブするために彼を解雇することはありえます。アンドリュー・ボーガットは、おいお前らプレーオフでまた俺が必要になったらいつでも電話してこいやと気前よく言うてオーストラリアに帰りました。ジョーナス・ジェレブコは、まあミニマムに近い契約で戻ってくる可能性はありますが、多分他であったらもうちょっともらえるので戻ってこないでしょう。最後にジョーダン・ベルも今季クックと同じで制限付き FA ですが、彼はウォリアーズにとって優先しないといけない選手ではないので、安いお金でキープできるならまあ払うかっていうところやと思います。はい、ロスターはそんな感じです。ウォリアーズのこのベンチ事情をなぜ知っておく必要があるかと言いますと、 KD がもし戻ってきたらものすごい量の税金が関わってくるチームやからです。 KD が戻ってこなくても来年の夏ドレイモンドを再契約することになったら同じように税金に埋もれてしまう可能性がある状況です。 KD が去ってしまった場合、やっぱりステフとクレイだけでは物足りないんで、ディフェンシブアンカー、そして司令塔的な仕事もできるドレイモンドのことは再契約するでしょう。もしくはドレイモンドを来シーズン中にトレードする。なぜかというと彼は今季の初めの方調子悪かったじゃないですか。ヴィンテージドレイモンに戻るために彼はシーズン中に10キロぐらい落とさないといけなかった。さすがやなって言うてる人もいましたけど、考え方によると年を取って少しでもスピードが落ちたらあまり効果的な選手でいれなくなるんじゃないかっていう読み方もありますよね。だからそういうドレイモンなんやったら再契約したくない。そう思った場合、ウォリアーズは FA で彼をそのままなくすより早めにトレードして、これからドレイモンドの代わりになれるもう少し若い選手を獲得するというやり方もあるということです。でさっきの話に戻りますけど、例えばトレードとかでドレイモンの代わりになれる選手を獲得したとしても、同じだけの契約と税金を払い続けないといけない可能性かであります。だからウォリアーズとしては今季のロールプレイヤーたちをどれだけ安くで残留とか獲得できるかっていうのも重要なテーマになってきます。細かい数字とかに入るとややこしくなるんで話しませんが、ウォリアーズはタックスペイヤーチームの中でももっと悪いタイプ、来季からはリピータータックスのチームになります。どういうことかと言いますと、過去4年間で最低3年間タックスペイヤーであったチームは普通の税金よりも高いリピータータックスっていうのを払わないといけないことになるんですね。でこういった税金、ラグジュアリータックスっていうのはチームの総合年俸がタックスレベルを超えれば超えるほど罰金の金額の率も高くなっていくんです。まあ、この表を見ればわかりますけど、最悪の場合、例えば KD とクレイが契約した場合、そんな高くない選手ね、ミッドレベルエクセプションとか昨シーズンカズンズに挙げたやつの 5.7 ミリオン使うってだけでも、税金合わせたら 5.7 ミリオンの選手を獲得するだけでですよ、なんと40ミリオンも払わないといけないことになります。いや、マックス選手か。まあ、だからさっき言ったリビングストンが引退したら 5.7 ミリオンセーブできるとか、フックは活躍したけど場合によっては手放した方がいいかもしれないとか、そういう細かいお金の使い方も大切になってくるんです。話はちょっと変わりますけど、こういうルールがあることによって NBA はチームのバランスを取ってるんですね。いくらオーナーが金持ちでもこんなアホなことはしたくないでしょうから。他にも色々と KD がもしプレイヤーオプションを取ったらどうなるのかとか、この夏イグダラをトレードすることで100ミリオンぐらいセーブできるとかありますけど、とりあえずこの動画ではウォリアーズもこれから結構大変やでっていうことを伝えたかったです。もしクレイとか KD が残り2020年に戻ってきて、そっからまた優勝したらそれはそれですごいことですし、その時はフロントも褒めたらなあかんでっていうメッセージも含まれてます。これからどういう風にウォリアーズがチームを変えていくのか、やっぱりこの5年間最強チームやっていうこともあるし、これは大きな見どころやと思います。皆さんがウォリアーズの GM ならどうしますか？もうお金大変やから
からステフとクレイだけでええやんっていうやり方もありますけど、その場合優勝チームを作るのは難しいですし、ステフの全盛期を無駄にすることはあんまりにもったいない。だから厄介ですよこれは。ちなみに僕が GM ならクレイは再契約、 KD は再契約しないでニックスにサインさせる、そしてドレーモンドをポテンシャルのある若手、できればルーキースケールか安めのセカンドコントラクトの選手とトレードすることが長い目で見たら一番いいんじゃないかなと思います。そうすることによって完全なリスタートではないし、全盛期過ぎた35歳前後のマックス選手だらけのチームになることも避けれる、ね、どうでしょうか。皆さんのアイディアもぜひコメント欄で聞かせてください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、では。